大天門はいくつかの宮城に作られた門の名である。同じ様式の呼吸馬門落葉では工場内部にあり宮城の南の正門だった。605年に建造。当初は側天門や守備球門と呼ばれていたが王世獣により順天門と改められた。しかしこの順天門は李世民の工場により一び消失した。東大初期に再建され、 側天門と改められた。その後、栄荘の第二、母部側天の乗り地を引きして、現在の名の王天門となった。ただし、万を五代に一時、御宝炉と解明されていた。左右三回ずつ折れ曲がる、相行三出穴という様式である。これは、後の至近城の呼吸馬門と同じであり、呼吸馬門はこれに似せて作られたとも言う。国事や、 外交の式典に使われた。1959年、中須虚の改作により、ほとんどが失われた。1992年、国家文物局が一部を修復した。現在、儀壇のみが残る。長道院の正門、須坂門の真北にあり、そこから、海省門跡大極殿が見える。規模は、須坂門より小さく、平安神宮神宮の大天門と同じくらいである。 旧跡を示すの石踏みなどはない。平安神宮の大天門内大理の内側にあった門で、朝廷内での政務、重要な儀式を行う場であった、長道院の正門である。須坂門のすぐ北にあり、須坂門、海庄門と並ぶ重要な門であった。場所は2012年まで、出世稲荷神社があった、ところ付近とされる。変額は、空海の筆によるものと言われている。 不法にも筆の誤りということわざは、空海が、大天門の変額を書いた際に、当たるの一画目の点を書き忘れてしまったが、空海は掲げられた額を下ろさずに筆を投げつけて、書き足したという伝承に由来する。866年、大天門の変で放火されたことで有名であるが、その他にもたびたび失われては再建されたが、1177年の、大火で失われて、以降、 再建されなくなった。王天門の変の後の再建の際には解明を論じられている。平安神宮の王天門は平安系の王天門を5、8のスケールでもしたものである。ありがとうございます。